で、今、ディアンジェロ、スタッツもすごい良くて、あれなんだけど、個人的には、ちょっと、こう、厳しめで見てる自分もいて、ディアンジェロでいいのかなとは思ってしまって。で、個人的にちょっと、ツイッターに苦手な人がいるんよ。誰とは言わんけど、俺の個人的な考えと、あまり合致しないなっていう人がいて、で、まあ、でも、こう、まあ、自分でよく言うやん、こう、誰が言ってるっていうよりも何を言ってるかを大事にしたいっていう。だ苦手だなって思う人でも、こう、一応目は通すようにしてて。で、一つだけ、なんか、あ、その意見は確かに分かるかもっていうのがあって、それが、ディアンジェロは、こう、強いチームの時はあんまり活躍できてなくて、相手が比較的格下だと、爆発して、まあ、チームを引っ張って勝利に導くみたいな。それこそ、ディアンジェロ、おとといの試合で、とんでもない試合したよ。昨日か。昨日のピストンズ戦で、とんでもない結果残したよね。で、なんでかっていうと、35点以上取って、3ブロックして、何やっけ？正確な、あれをちょっと忘れちゃった。35点以上、3ブロック以上、スリーポイント40パー以上とかだったっけ？あ、スリー5本以上、アシスト5本以上、みたいな、なんか、その各スタッツで、こんぐらいの成績残したよね、みたいなのよくあるじゃん。で、それのいわゆる35点以上、5アシスト以上、スリーポイント5本以上、3ブロック以上、あとその他もろもろみたいなのを達成したのが、ディアンジェロが史上初、この77年、NBA 77年だっけ今、77年ぐらいの歴史の中で、そう、史上初めてディアンジェロが達成したっていうね。だもうこれで聞くと、いや、ディアンジェロ絶対必要やんってさ、思うやん。俺もあんま言いづらいことではあるんだけど、ただやっぱ相手がピストンズだったよねっていうところがどうしても引っかかるし、で、ウルブズでも結構そういうことが多かったから、やっぱ相手が強くなるといきなり活躍できなくなって、相手のこうディフェンスの強度が低いチームとかだと、なんか伸び伸びやって、で、そこでスタッツをこううまく稼いで、結果的に平均してみると、あ、スタッツいい選手だね、みたいな。だからこう、ディアンジェロをあまり、まあその人はディアンジェロだから、ベンチに下げて、ベンチから起用した方がいいみたいな。けども、ベンチから起用するぐらいだったら、もう俺はトレードでいいんじゃないかなって思ってるから、だからブログドンとのトレードとか、まあ、ブログドンじゃなくてもいいんだけど、は割とありなんじゃないかなとは思ってる。ウルブズでも似たようなことあったのか。似たようなことっていうか、まあ、そうね。当時もちょっと喋ったと思うけど、まあ、ディアンジェロに裏切られた。まあ、裏切られたっていうあの言い方は、ちょっと強いけど、まあ、この期待に応えれない試合も結構ディアンジェロは多くなるから、まあ、トレードされた瞬間はね、すごい盛り上がったじゃん。まあ、それはウェストブルックと代わりに来たのがディアンジェロだから、よっしゃ、ようやくこの呪縛から解放されたみたいな感じで、余計ディアンジェロへの期待がね、大きかったと思うんだけど、まあ、かなりこう、美的感覚みたいなのがある人だから、繊細というかね、ちょっと逆に繊細すぎて、あんまりいいプレーができない日も多いなっていう印象はありますね。ディアンジェロには。でもレイアップはリーグで一番うまいと思ってる。ディアンジェロ・ラッセルが？そうか。いや、もっといると思うけど、ステフィン・カリーとかカイリー・アービングの方がうまくない？あ、ディアンジェロ、まあうまいとは思うけど、そんなうまいかな。なんかレイアップ打つまでの過程がうまいなとは思う。よくまずレイアップする前にさ、パスフェイク入れてからレイアップするとかめっちゃ多いよね。ウルブズにいた時もルディ・ゴベア来ました。で、ルディ・ゴベアに、こう、ロールしてるルディ・ゴベアにパスすると見せかけて、そのままワンステップでレイアップ打つとか、そういうのはあったけど、それこそ、もう、ザイオンとか出していいのか分かんないけど、ヤニスとかザイオンとかレブロンの方が、レイアップ、まあ、ダンクもレイアップと言っていいのか分からんけど、ちょっと一旦見てみるか。まあ、レイアップとかゴール下ね、制限区域内の、今、確率。うわ、すげえ、レブロン80%だって。やば。一番本数は打ってるのがヤニスで、ヤニスも79%。で、2番目に打ってるのがザイオンで70%。
で AD が 70%、 エンビード 64%、 エヴァン・マブリー 74%、 マーク・ウィリアムズ 70%、 デューレン 70%、 まあ、この辺はね、いわゆるロール&カットビッグマン系って、まあ、70% いけば、まあ、いいダンカーだよねみたいな、いいピックアンドローラーだよねって言われるんだけど、だ AD70%、 マーク・ウィリアムズ 70%、 デューレン 70% でしょ、だいたいこの辺なんよな。でレブロンが 79%80%、 マイルズ・ブリッジスが 59%、 ルディ・ゴベア 63% なんだ。まあでもルディはもうなんかロールだけじゃなくて本当ポストプレーもめっちゃやるし、なんかいろんなシュート打つから、まあだからちょっとこのぐらいまで下がっちゃうんだろうね。カペラでも 65% か。でもそうか、やっぱちょっとポロポロしてるもんな、カペラって。大事な場面のレイアップ。シェン・グンが 71% ある、まあ、っていう中で、ロサンゼルスレイカーズの選手たちを見てみると、オースティン・リーブスが 77% だって。まあ本数が2本しかないけど、ディアンジェロ・ラッセルも 70%。 あ、でも結構決めてるね。 70% 決めてるんだ。あー、なるほど。まあ本数は3本しかないんだけど、でも3本もあれば 70% は高いって言えるかもね。ちょっと待って、これ絞りたいな。2本以上打ってる選手の中だと一番高いのがニック・リチャーズ、ホーネッツの 88% だって。次がルーク・コーネット、コーネット 85% ある。ヤコブ・ポートル 85%、ワイズマン 85%、オビトッピン 84%、 ディアンドレ・ジョーダン 83%、 ケビン・デュラント 81%。 これをポイントガードに絞ると、1番は誰なんだろうな、1番ドンチで 77%、 ガード第2位がオースティン・リーブスで 77%、 3位がデビン・バッセルで 74%、 4位がキャム・トーマスで 73%、 6位がフルツで 72%で、考えるとディアンジェロの 70% は高いね。7位がデリック・ローズで 70.8%。 ディアンジェロ・ラッセル8位ぐらいかな。8位でディアンジェロ・ラッセルで 70% かな。ちなみに八村は 69.4% です。まあまあまあ高い方ですね。八村レイアップ苦手とか言われてたけど、まあ速攻とかもいろいろ含まれてるから一概に全てレイアップではないんだけど、明日はウィザーズ VS マジック、あ、連続なんね。あとシクサーズ VS セルティックス、お、いいマッチアップ、ニックス VS ラプターズ、グリズリーズ VS マブス、スパーズ VS ペリカンズ、ナゲッツ VS、 あ、ナゲッツ VS サンズ、ナゲッツ VS サンズとシクサーズセルティックスは頂上決戦やね。まあもし見れたら、あー、でも B リーグも見てみようかな。どうしようかな。エンビード出れない可能性あるのか。あとブッカーも出れいない可能性あるのか。へー、そうかって感じかな。